はい、今回は自分の人生を振り返ってみようっていう動画でですね、これまで両親の祖父母4人についてと思い返してみたんですけども、今回は父親のことを振り返ってみようかなって思います。まあね、東京の地においてね、工場を経営していた祖父と、あとは東京で育ったっていう祖母が、なので因果か出会い結婚したんですけれども、それで、1953年ですね、昭和28年、大きい戦争が終わった後8年後に私の父は生まれるんですけれどもね、一応ね、その時は NHK が開局したり、実は子どもの人口が一番多い年だったりするんですね。少子高齢化って言われてるんですけど、実は少子化はもう1952年、54年から始まってるんですね。父は、第一子ですね。それで兄弟に妹がいる、私にとってはおばにあたる人ですね。生まれは東京の下町、具体的にはまあ北区ですよね。北区なんですよね。で、祖父の仕事の都合上ですね、まあ、工場が移転していったんですけども、江戸川区に行って、で最後は埼玉県ですね、越谷ってところなんですけども、越谷じゃねえや、草加かな、あそこは越谷とちょうど草加をなんかいろいろ行ったり来たりしてたんですよ。うん、で父親の子供の時代なんですけれども、まあそれを知った人の話では、あまり手がかからない子供であったということですね。あとはえらい偏食家であったっていうことで、まあそれは本人にも聞いたんですけれどもね、小さい頃は何が好きだったのって聞いたら、肉も魚も野菜も米も嫌いだったっていうふうに言ってたんで、何を食べて生きてたんだよっていうふうには思いましたね。平均身長はあったので、まあ、当時の平均身長なんで160代ですけど、まあ、本当にね、昔の写真も見たことあるんですけど、ガリガリでしたんでね。うん、で、そういった引っ越しが多かったことが影響したのか、小学校時代の話っていうのはあんまりしなかったなっていうんで、まあ、江戸川区を一緒に通った時に、ここら辺に住んでたんだよみたいなことは聞きましたけどね。それで中学校はまあ、当時は珍しい私立に行って、中高一貫校の私立に行って、で最終学歴は高卒っていうことになるんですよね。でそんななんですけども、当時は中卒っていうのが即戦力としてね、労働力としてもてはやされた時代でもあるので、その中で珍しい中高一貫の私立っていうのでね、まあ祖父が経営者だからか、まあ通わせてもらったようだっていうことで、まあね、祖父じゃねえや、父親の生涯の友人となる人々も、まあ、その学校で出会っているもんで、うん、まあね、あまり自分のことを語らない人だったので、どういったことかっていうのはわからないんですけども、その中学校の卒業アルバムを見た時に、うわ、私にすっげえそっくりだって思ったんで、うん、びっくりするぐらい似てたんで、うん、まあそれだけの話なんですけどね。で、その後は大学までは行ってないようですね。行けなかったのか行かなかったのかってはわからないんですが、まあ当時の常識としてはね、常識というか多くの人にとは高卒だからな、それはね、うん、ただね、テレビのドキュメントとか新聞を読んでたら、理系に関してすごい関心を持っていた、っていうんで、うん、まあまた本人にもね、どうして中高一貫で大学にも道があったはずなんだけど、どうして行かなかったのって聞いたら、笑いながら俺の頭が良くなかったからだよってはぐらかされたんですけども、うん、なんで、なんか行きたかったんじゃないかなっていうふうに思います。また後で私の人生をなんか語ろうかなとは思ってるんですが、その時にまあ高校卒、中学の時の進路指導ですね、私の中学校の時に高校卒業した時にはもう働かなきゃ働こうかっていう話をしたらば、大学ぐらいは
言っといた方がいい、お金は出すからっていうふうに言ってたんで、うん、その時に、あの父も親もまあ行きたかったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、高校卒業してから1年ほどなんかいろいろやってたみたいなんですが、あの今でいうフリーターですかね、それで、あのしばらく、そのしばらくしてから、あの祖父が経営する工場で働き始めたということでですね、まあね、あの祖父が4人か5人兄弟なんですよね。そんな中で、あのまあ戦争前の人なんで、長子相続の色合いが、あのまだ濃い時代だったんですよね。だからそういうのもあったんで、あの後を継ぐことを予定して、あのその工場に入ったのかなとは思うんですが、そのことに関してはあんまり語らなかったなっていう、うん、ただあの生きていく手段として、あの食べていかなきゃいけないから入社したんだっていうふうなことは言ってましたけどね。ただあのその時の働き方ですよね。これはもう本当に、あの父はまあ、あの晩年というか最後までですね、あの働き方っていうのが、まあなんというか、いかれ100歩もう緩やかな言い方をしていかれててですね、確かにね、あの当時の日本はあの高度経済成長っていうんで、もうガンガンの時代だったんで、イケイケどんどんの時代だったんで、なんていうのかな、あの過労死が社会問題になるぐらいだったんだけど、まあそれでもね、あの寝食を忘れたように働いていたっていうふうに言うと、あのものすごい聞こえがいいんですけれどもね、あの裏話がありまして、まあこれはあの本人に聞いた時と周りの人の証言が噛み合ってないんですけども、あのその、 あの働いていた人の証言では、あの同時にですよ、働いていた人の証言では、あまりに、あの仕事のやり方に自分流を貫くっていう風な、そういったことがあるあまり、他の人が仕事はこうした方がいいよ、こういう順番でやった方がいいよ、こういう段取りでやった方がいいよって言われても一切聞く耳を持たなかったっていう風な、そういう風なのがあるんですよ。むしろあの何だろう、天の弱っていうのかな、あのこうした方がいいよっていう風にもう一度言ったら、もうその方法を取らないっていう、そういう風な傾向が見られる人でしたね。だからといってこなしていた仕事の結果がいいっていうわけではなく、まあむしろね、あのそういったあの可能性を潰している仕事のやり方をしてたんで、まあね、どうしてこういった商品を作り上げるんだっていう苦情があったんだろうっていうふうなね、ことはあの聞いてはいるんですよ。これが周りの人の、あの父親の仕事する像なん、私の父の仕事する像なんですけども、まあ父親に言わせれば、いや自分なりに効率化して働いていたんだっていうふうに言って、あの周りの人間の言ってることがあの正しくないっていうふうなことも言ってたんですけども、あの仕事の結果って数字で出るじゃないっていう、あの数字で出るから結果論だけで全て言いたくないけれども、どうもね、あまり効率のいい仕事の仕方は少なくともしていなかったなっていうふうに、まあ私も思っています。はい、まあね、あの具体的な仕事内容としては、まあ機械のオペレーターであることあるとか、あとは配達ですね、をしてあの働いていたらしいですね。あの当時あのすごいあの大量生産大量消費の時代なので、まあ、あの今もそうか、あの、まあ配達ね、あの、大量のものをあの都内のあちこちに配達してたっていうんでね、まあそんな風にして働いているうちに、あの縁があって、あの父親が27歳の時に母親に出会うことになるわけです。おお、もう10分だ。まあそれはね、あの結婚した後の話に関しては、まあ、別枠で話していこうかなって思うんですよね。まあその後ちょっと細かいエピソードが挟まるんでね、でそんな父もね、2020年に亡くなりましてね、まあ亡くなった人のことを結構ボロボロに言いましたけれども、まあ憶測に基づいたことばかりも言ってるんでね、
旅立った先で苦笑いしているのかなっていうふうには思うんですよね。まあただね、父親に関しては祖父は先ほども言いました通り、5人兄弟の、次男坊、三男坊かな、三男だったんですけども、そこで自分で会社を起こして身を立てたわけですよ。で、父親が継いで、で、私が、本当は継ぐのが順調なんですけども、ちょいと私はちょっとできないっていうんで、父親が亡くなったタイミングで、ちょっとその年、ね、会社も、畳んでしまったんですけどもね。まあ、そのことに関して、祖父や父はどう思ってるのかなって、たまに、ね、申し訳ないなって、思う気持ちもあるんですけどもね。で、父の妹である私のおばにあたる人ですよね。その人も亡くなっているので、向こうで、祖父、祖母、あと妹と、ね、元気にや、奇妙な言い方だけども、元気にやっていってるんだったらいいなっていうふうには思います。近々お墓参りにも行かなきゃな。今回はここまでです。